想像していたこととあまりに違いすぎて私泣く。もう参ったな。教授たちにもチームジュニパーにも知られてしまうなんて、もう生きていけませんわ。誰もワイスを笑ったりしないよ。あんたの夢の中で見たものは黙っててあげるからさ。あなた自身のことも気にしないことにしたら。気になるに決まってます。